ヴィンセント・ファン・ゴッホの模写作品は30点以上残されており、そのうち約21点がジャン・フランソワ・ミレーの模写である。時期としてはサンデミド・プロバンスの精神病院での療養時代に制作されたものが多い。ゴッホはパリ時代の1887年3点の浮世絵を模写している。彼はサミュエル・ビングの店で多くの浮世絵を目にする機会があった。 経済衛星の浮世絵は、パリーリストレ八1886年5月号の表紙に左右の向きが反転した状態で複製されたものである。画面下の水蓮の葉に乗るがマがえると緑の河津は、二代目、歌川吉丸の審判虫づくしから、画面左奥の庭の鶴は佐藤湖星から取っている。広重の 亀戸梅や穂の模写は、空の赤と地面の緑の対比を原作品より強めている。さらに、赤茶色の枠で囲み、その枠に他の版画から拾った、新吉原、大黒屋西木家ド町などの文字を書き入れている。大橋や竹の夕立の模写も、緑と赤の縁で囲むことによって、捕食の効果を強めている。エミール・ベルナールは、コッホがパリ時代に知り合った友人である。 ポール・ゴーギャンがゴッホとの共同生活のためアルルを訪れた際、ベルナールのクロアゾに住むの手法による草地のブルターニュの女たちを携えてきて、ゴッホは1888年12月になってから、これを水彩で模写している。ゴッホは、後に妹ビルに、ベルナールの作品は非常に独創的だったので写しを取っておきたかったのだと述べている。ゴッホは、画家としての 第一歩を踏み出した時から、多数のジャン・フランソワ・ミレイの作品を素描で模写している。1880年には、弟テオに、ミレイの大きな素描のスケッチに取り組んでいて忙しい。種幕人と、た日の四つの時はもうできた。もし、野良仕事を送ってくれたら、何も言わなくても僕が何を従っているかはわかっているだろうけれど、特にやりたいのは、ミレイの、二人の掘る人のような人体像や、 身を振るう人のリトグラフの研究だ。と書き送っている。ゴッホは、1881年に出版された、アルフレッド・サンシエの著作、ジャン・フランソワ・ミレーの人生と作品を読むと、テオに、とても面白くて、夜中に起き上がり、ランプを灯して読みふけっていると感想を述べている。サンデーミでは、ジャック・アドリアン・ラビエイユが、ミレーの、野良仕事のシリーズを基範画として発行したものをもとに、 小さなキャンバスを使って、油彩画で模写した。テオにカラーで描かれた、野良仕事の効果にはきっと驚くと思うよ。これは彼のとても深みのある作品群だ。と書いている。原画は、ミレイがイルストラシオン紙に発表するため1852年に描いた素描きで、ラビエユが木口木版で複製し、農業評論し1853年2月5日号に、 掲載された。続いて、1日の4つの時のシリーズの模写に取り掛かった。田舎の暮らしにおける朝、昼、夕、夜の4つの時を表現する連作であった。これも1873年のイルストラシオンが身に載ったラビエーユの木口木版を手本とした。1890年1月半ば頃、一日の四つの時を描き終えると、歩き始めに取り組み始めた。この時期、 テオの息子の誕生が間近であった。続いて、リとマグワを模写した。コッホは、1日の4つの時の4連作、歩き始め、リとマグワについて、これで1つのシリーズとして6つのキャンバスが揃う。と言っており、田舎の暮らしにおける人生の循環を表現している。一方、二人の掘る人と、種マック人は、聖書のイメージを強く反映した作品である。 ゴッホのサンデミド・プロバンスでの最初の作品が、ウジェーヌ・ドラクロワのピエタの模写である。ゴッホが参照したのは、オリジナル作品ではなく白黒のリトグラフであり、最初に小さい方の作品を制作した後、その出来に満足し、大きいキャンバスの作品を制作したものと思われる。ゴッホは、1889年9月19日に、ドラクロワの全キサマリア人の模写にも取り組むつもりであると、 書いているが、実際に模写を仕上げたのは1990年5月になってからであった。この時、彼は退院して北フッツに戻るという希望を持っており、傷ついた男を馬上に持ち上げるという、この絵のモチーフに共感したものとも考えられる。レンブラント・ファンレインは、オランダで最も尊敬されていた画家であり、ゴッホ自身も高く評価し、折に触れてその描き方を手本としていた。 ゴッホの弟テオが1889年6月、兄に先日、レンブラントのスケッチがオークションで売れた。兄さんにも見てもらいたかった。天使、ガブリエルの絵だ。との手紙を送ったところ、ゴッホは本当に見たかった。と返事をしている。そこでテオは兄にオークションのカタログからこのエッチングを送ってやった。このスケッチはオークションのカタログには、 大天使、ラファエルと記載されている。また、当時は、レンブラント作とされていたが、現在では、アールド・デ・ヘルデルの作品とされている。次に、ゴッホが制作した、レンブラントの模写は、ラザロの復活である。これは、ゴッホが、モデル作品の構図に固執せず、独自性を出した、唯一の作品と言われている。ゴッホは、早い時期から、己どう見を高く評価しており、 1883年には、テオに、日に日に、道エへの憧れが増していく。彼には、何か確信をついたところや、視力深さがある。人を楽しませるだけでなく、感情や熱情にあふれている。例えば、飲んだ暮れのように、白熱した鉄にも似た熱情を感じられることがある。と書いている。道ミエが、人物の描写に集中しているのに対し、ゴッホの模写では、 家と煙突のある街の風景を書き込んでいる。ゴッホはサンレミからテオにドーミへのノンダクレとフェリックスレガメの監獄を油絵にしようと思うので送ってほしいと依頼しているが、テオはレガメの監獄を見つけることができなかったためにギュスターブドレの規範画を送ったものと思われる。なぜゴッホがこの作品を模写したのかは詳しくわかっていないが、 入院中という彼の状況と関連しているとも思われる。ゴッホは1889年夏にルモンド・イルストレ氏に掲載されたビルジニー・ドモンブルトンの赤ん坊を抱いたロバタの女を見たと思われる。同志にはこれは漁師の生活の一場面である長く不安な夜、漁師の妻がほとんど消えかけたロバタで幼子を胸にしっかりと抱きしめ、怪しながらまどろんでいる。 といった解説が付されていた。同年9月の手を当ての手紙に、僕は、ここの付き添いにに、ルモンド・イルストレ1648号を見せてやる、約束をした。これには、ドモンブルトンを復刻したとても素敵な版画が載っている。と書いている。コッホは、オーシュ・リオワーズ時代に、ヤーコブ・ヨルダーンスの牛の作品の武者を一点だけ、残している。ただ、 三レミ時代のものと比べ相当出来が悪いとの指摘もされている。ありがとうございます。